マルティンデアスピルクエタマルティンデアスピルクエタは、ルネサンス期スペインの神学者、哲学者、法学者である。アウグスチの会始で、サラマン科学派に属する。ナバラの博士と呼ばれたことから、マルティンデアスピルクエタナバラとも称する。ナバラ王国のバラソアインに生まれる。いとこに、フランシスコザビエルがいる。1524年から1538年にかけて、 トゥールーズ・サラマンカ・コインブラの各大学で教会法を教授、特にコインブラ大学では国王カルロス一世により総長に任命された。教皇ピウス五世、グレゴリウス十三世、シクストゥス五世と信仰を結び、教皇庁内社員の顧問となった。1560年ローマに移り、その後死去までの26年間を過ごした。教会法の権威として名高く、 蝶材師と改春者の手引きを表したほか、ドミンゴデ外によって発展した16世紀、サラマン科学派の経済理論を継承発展させた。著書、印字明解論で、貨幣数量説を展開し、新大陸からの金銀の流入により、貨幣数量が増大してその価値が下落し物価投機が起こった、と、価格革命のメカニズムを解明した。また彼は、当時盛んであった、 貨幣取引に対して行われていた宗教上の非難から、この取引を弁護するために、後年、購買力閉化説と言われた理論を提唱した。マンワレイでカンフェスリー、1584、カンジリアイリスパンスサ、1594、ありがとうございます。